青森市長選についてです。新人4人の争いを制し、西秀樹さんが初当選を果たしました。万歳！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 青森市長選は、青森商工会議所の前の副会頭西秀樹さんが5万7062票を獲得し、初当選しました。投票率は 58.86% で、前回3年前を 22.43 ポイント上回り、2005年の合併以降、最も高くなりました。私が掲げたスローガンは、市民力プラス民間力、青森次なる舞台へという、そういうスローガンです。まさにその市民力と民間力が合わさったのが今回の選挙戦だったというふうに思っております。これから即戦力としてスピードを持って、市政に当たる、これを実際に行動で示していかなくてはならない。一方、敗れた元芸人で会社役員の野崎小三郎さんは、今後についての思いを語りました。そうですね、やっぱり諦められないですね。諦められないです。この熱い思いをどうしても届けたい。今日が多分スタートです。今日がスタートです。また前の県議会議員の関亮さんは、自身が思い描いたほど支持が広がらなかったと話しました。スタッフや小池の皆さん方のお力を借りまして、こうやって戦うことができました。これは本当に感謝でいっぱいです。そして市民連合青森共同代表の大竹進さんは、政策のベクトルは間違っていなかった、力が足りなかったと話しました。1週間という短い選挙戦で準備も足りなかったんですけど、多くの人に支援していただいて支えていただいて本当に感謝しています。当選から一夜明け、西新市長が市役所へとやってきました。職員から今、お祝いの花束が手渡されました。職員や市議会議員など多くの人に拍手で出迎えられた西さん。市選挙管理委員会の荒谷翔吾委員長から当選証書を受け取りました。その後、市長室に入り椅子に座ると、椅子の感触はいかがですか？いや、まだなんか居心地が良くないというか、しっくりこないですね。どちらかというと、ここに座っているよりも現場に足を運ぶ、そっちをやりたいなという気持ちが常にありますので、そういう気持ちも一緒に持ち合わせて、やっていきたいと思っています。午後の就任会見では、公約の中で西プランとして挙げた市の喫緊の課題5項目、特に経済の活性化についていち早く取り組みたいとしました。まさに即戦力で動いていくためにはスピードが要求されるわけですので、スピーディーにこういった、まずはこの5つのプランを実現させていきたいと、そのように思っております。西さんの任期は昨日からの4年間です。